これこそ私たち自身の招いた試練だったのかもしれない。未来があるということと、それを開けることとは全く別の話。そんな当たり前のことを私たちはまだ知らなかった。確かに私たちには分からなかった。未来を開く鍵を一体どう使えばいいのか。